はい、皆さんこんにちは。すごいソフトが出ましたね。今までもモニター環境を良くするようなソフトというのはたくさん出てきましたが、今回これを試してみてかなりこのソフトウェアの良さが分かりました。藤本健さんの DTM ステーションで紹介され、その1時間後ぐらいに早速購入して今試しています。皆さんに紹介するために一応マニュアルは全て目を通してお話をしています。村長ミュージックスタジオ。このソフトウェアは実際のモニタースピーカーで聞く音像と、そしてそれをヘッドホンで聞く場合とで誤差があるものを補正して聞けたり、独自のバランスに自分でパラメーターを設定してモニタリングできるという素晴らしいソフトウェアです。マニュアルを読むまでは、ん?っていうような部分もあったんですが、マニュアルを読んでいけばいくほどとってもこのソフトの凄さが分かってきました。皆さんの場合、立ち上げてそしてアクティベーションをした後は画面はこのようになっていると思います。まず先にやるのは、このソフトウェアはちゃんと日本語対応ですので、まず日本語にしましょう。それは画面の中央で右クリックなどをするとこのようにメニューが出ます。そこにランゲージというのがありますので、そこで日本語を選ぶということです。日本語になりましたね。この辺とっても親切で、他のプラグインでも採用してほしいところです。そして右の端の方に3つの点がありますが、そこを押すと詳細な設定ができるようになっています。今日は僕の DTM の生徒さんが作った音源で聞いていただきますが、まず何もしていない状態を聞いていただきます。その時、通常 DAW のバイパスなんかを使う場合があるんですけれども、マニュアルではプラグインの中のスイッチでオンオフした方がいいというふうになっています。デジタルのアーティファクトが邪魔をするというような書き方になっています。アーティファクトというのは、デジタルのいたずらとでも考えてください。わかりやすく言えばそういうことです。ここを通過する通過しないを DAW の持つその特性などでプラグインのバイパスの仕方が変わったりすることを避けるため、そのように書いているんだと思います。まずオフにして聞いていただきます。はい、このソフトのすごくいいなと思ったのは、とっても分かりやすいこのようなプリセットがあるということです。モニタリングに対してなんていうのは、サイドの音を聞くとか、ソロで聞くとか、モノラルにするとか、そういうようなプリセットもありますし、ミックスやマスタリングでする方が良いようなプリセット、その辺がかなりたくさん作られていますので、まずこれで試してみると音の違いというのがよくわかります。ちょっといくつか聞いていただきます。これなんかはよくわかりますね。ワームスということで、ちょっと音を柔らかくしたようなサウンドになります。これはブライトです。はい、ここからはモニタリング用です。
はい、これがミックスエンジニアという基本的なものです。はい、初めの3つ4つはあまりわからなかったと思うんですけれども、いろんなバリエーションがあります。じゃあここから1つずつパラメーターを解説していきたいと思います。一番左の方にクロスフィードというのがあります。これがこのソフトの要の部分になります。ここでこの量というふうに書いたところで、ステレオのワイド感が変わります。通常このソフトでスピーカーを模したようにするには 150% マックスがいいと考えられています。でもまずは100からスタートしましょうというふうになっています。ここでこのように雰囲気の絵が出るのがいいですよね。そして下に行くと低域まで広げてしまいます。通常は100以上で使うのがいいでしょう。ちょっと音を聞きながらやってみます。そしてその隣はスピーカーの角度です。今60度になっています。聞く距離によって変わると思うんですけれども、この角度を狭めると音が近寄ってきます。そしてこちらに行くと75度まで上げれますが、このようにするとかなり広がった感じで部屋全体で聞いてるという感じになりますが、これを狭めていくとまたヘッドホンで聞いて、なんか自分の近いところで聞いてるように変わっていきます。ちょっとやってみます。かなり耳の近くになりました。広げすぎるのもどうかとは思うものの、まあ、自分のスピーカーの角度に合わすというのも一つですし、少し広がりを持って聞きたい場合はこのように角度を上げるといいでしょう。次にイコライゼーションは、これはイコライダーです。右の方にあります低域の周波数帯、高域の周波数帯、今 250Hz と 2kHz というふうになっていますが、ここを中心周波数としてその部分をイコライダーしていくようになります。ちょっとやってみます。僕はちょっと実験的にやったところでは、この250と 2kHz というのはあまり変えない方がバランスよく聞けると思います。はい、いわゆるイコライザーですね。そしてこのソフトウェアはオルトキーを押しながらクリックすると元のところに戻ります。そしてシフトキーを押しながら動かすとこう早く動かせまして、そしてコントロールキーを押しながら動かすと微妙に 0.1 ずつデシベルを変えたりできますので、そこらはうまく使い分けて便利に操作してください。またマウスのスクロールででも変えることができます。このように今グリグリしてますが、それでもこのように変えていくことができます。それをしないようにすることもこの設定の中でもできるようになっています。次の項目に行きますが、ここは DAW にもよくあるパンです。左に振ったり右に振ったりできます。
ちょっとやってみましょう。はい、これはパンですね。そして僕がこのソフトのすごくいいなと思ったのはここからです。ここにチェックをするとモノラルになります。そして次の項目で左右を入れ替えれます。その次に曲線を変えれます。いわゆる位相を変えるようになるわけですね。ここまでの3つのことを少しやってみたいと思います。はい、僕はここを見てモニタリングするのにものすごくいいなと思いました。そして次はこのモノラルとこの曲というのを両方オンにした時にはどうなるでしょうか。モノラルにするとステレオ感がモノラルに変わりますが、この曲というので右側の位相を逆転させるとですね、 MS モードでいうサイドの情報をモノラルの音としてモニタリングすることができます。その代わり例えば低域であったような音などは痩せたように聞こえます。ちょっとやってみましょう。はい、このようになります。次のディムというのはちょっと小さな音で聞いてみたらどうだろうというような時にこのディムボタンを押すことができます。その時にどれぐらい下げるか、それがこの右側のディムレベルで調整できます。例えば一番下はマイナス36デシベルです。このようにしてディムを押すと一気にボリュームダウンできます。これを例えば10ぐらいにしておくとか、まあ適度なお家で普通にスピーカーで聞くだろうというような値に変更してやれば、これで大きな時と小さな時を分けれます。そしてこのアウトプットボリュームを見てください。ここでちょっとでも下げたりするとここで保証というのが出てきます。それは上げてもそうなんですが、そのままというか 0% にした時はこれが消えます。このパラメーターは何なんでしょうか。僕はこれを見て皆さんに解説を作ろうと思うぐらいこのパラメーターが一番気に入っています。それはどういうことかというと、ここで保証というのを 200% というふうにまでできます。で、保証は最後は 0% というところまでなります。これはどういうことを言っているかと言いましたら、人間の聴覚というのは全体的には中域が一番よく聞こえるようにほとんどの人はなっています。でも、音を小さくしたときに低音や高音が聞きにくいですよね。ボリュームを上げて聞いた時と下げて聞いた時でなんとなく低域高域の音がここまで落ちてしまうのと思う時がありますよね。でもこれを使えばその小さな音で聞いていても低域をそのまま強調できます。 200% にしてみます。音を下げていきます。
はい、これぐらいでよくわかると思うんですが、多分、そちらに出てる音も案外低音がしっかりしています。もっと下げます。こんな小さな音でも低域から高域までうまく聞こえるようになっています。これをもし下げていくとどうなるか。多分高音と低域のバランスが悪くなったと思うんですね。この辺でもう一度上げていきます。はい、小さな音で聞いてもふくよかなベースがちゃんと聞こえてきます。このパラメーターはとっても重要だと思います。皆さんも多分制作するときにヘッドホンの音量を変えると思うんですが、どんなボリュームの時もバランスよく聞けるということです。そしてユーダーに優しい機能が右の方にもあります。ソフトスタート時間というパラメーターです。これを例えば大きくします。一応1秒までできるようになっています。これをすると音を再生した時に初めゆっくり、いわゆるフェードインします。はい、耳に優しいように急に音がバーンと入ってこないようにできるような機能です。自分の好みの適当なところにやっておけばいいと思います。ここでセーフゲインというのがあります。このセーフゲインというのは絶対に音がクリッピングしないように、例えばこのアウトプットレベルをこのように思いっきり上げたらどうでしょうか。耳が痛くなるほど大きくなったり、 DAW の方でクリッピングしてしまう時がありますよね。そんなことがないように、分かりやすく言えばリミッターのような機能です。そしてこのディダーというのは歪みを低減するために出力信号をディダリングする機能です。あまり聞いて分かるほどのことではありません。ちょっとやってみます。そして案外肝心なところを一番最後に回したわけですけれども、ここの一番上のところに超リアル、リアル、そして普通というのがあります。これは超リアルというのでしておくとすごくリアルに音を聞けます。通常はこの超リアルを使ってください。パフォーマンスメーターを少し見てみましょう。はい、今超リアルの方でやってみます。パフォーマンスメーターは怖いほど上がったりはしませんよね。でも音は超リアルとこの普通にした時ははっきり粒の聞こえ方が変わってきます。このソフトのマニュアルはとっても親切にできています。今マニュアルを表示しましたけれども、案外細かく一つ一つのパラメーターを分かりやすく、そしてウェブになってますので、このように日本語翻訳さえすれば日本語で見れますし、パラメーター一つ一つに対しての解説とかもちゃんと書かれています。マニュアルもとっても親切だと
思います。ということで、今日は新しくなった CAN オープナースタジオ3というソフトウェアを早速ご紹介させていただきました。モニタリングするのにはとっても優秀なソフトだと思いますし、僕も Waves の NX なども2つも持っているんですけれども、それよりも操作がしやすいかなというふうに感じました。音とか人間の聴覚に与えるようなそういう難しいことはまた DTM ステーションさんの一番下の項目にも NX との比較というようなことで記事も書いておられましたので、難しいことはそういうところで勉強してください。僕は何せ使いやすいか使いにくいか実際の音で皆さんにお伝えすることが自分の中の役割だと思っておりますので、特に初心者の人、そして買おうかな買おうまいかなと悩んでる人の指南になればいいと思ってこういう動画をいつも作っています。今日は長い時間ご視聴ありがとうございました。村長でした。